内田と申します。よろしくお願いします。あのなんか演奏を皆さんがやられた後に話をするというのはどうしてもなんか不利な感じが非常にするんですけど、まあ致し方はございません。一応ちょっとその原稿のようなものを用意してきておりますので、それに即してお話しさせていただくという格好で、やらせてもらいたいと思います。しばらくお付き合いくださいませ。どうもお招きいただきありがとうございます。私のようにですね、その音楽に関してはその何もその専門性を持たない人間にですね、まあ、こういう発言の場を、与えていただいて、まあ、感謝すると同時に、まあ、若干というかかなり恐縮しております。まあ、しかしその皆さんも重々ご承知のことかと思いますけれども、即興でその何かを演じ表現するというのは、まあ、身につけるべきその専門性からは、まあ、限りなく遠くあろう、遠くありたいというそのまあ意思ですね、それとまあ不可分なものなんじゃないかと思うわけです。その学ぶべきそのマニュアルがないということは、まあ、ほとんどその即興の定義そのものであるわけです。まあ、今ここでさあ即興を始めようというふうになると、まあ、ほとんどの人は途方に暮れてしまいます。それで途方に暮れない人は、まあ、よく分かっていると思うわけであります。まあ、即興にマニュアルはない。しかしマニュアルがないから意思、即興をやるという意思と、まあ、それから経験が必要であろうと。即興には修練が必要であるということは、まあ、重々お分かりだと思います。もう何をしても良いということから生じるこの、まあ、まあ難しさですね。その前に即興パフォーマーというのはその立ち続けることを強いられるわけです。まあ、これから、させていただくお話も、まあ、皆さんには、まあ周知の通りであるはずの、まあ、こういうその困難に関わっております。まあ、けれどもその参照すべきマニュアルがないということで、まあ、今日思い浮かべるのは、まあ、音楽でも踊りでもなくて、まあ、むしろ私たち全員がその渦中にいると言ってもいいかと思う、まあ、3月11日以降の事態ではないでしょうか。まあ、散々まあ聞かされておりますように、まあ、起きたことはまあ想定外であったわけです。だからまあどう対処してよいかほとんど誰にもわからない。それを分かっているはずの専門家もごく限られた範囲、まさにその専門的領域についてだけ何か言うことができた。全体状況に関しては誰の能力もまあ超えていたわけです。で、私が全責任を負うんだというふうに総理大臣が豪語いたしましたが、しかしそのように豪語したところで、まあ、全てに責任を負うということは特に何かに責任を負うわけではないということでありますから、まあ、結局何の責任も問われずに済むのだろうと、まあ、誰の目にも予想できたわけです。誰かが全ての責任を負うということは、それ以外の人は皆外野に置かれるということであります。まあ、その上でなんとなくまあ我々は思っているわけです。まあ、新しいマニュアルを作れ、想定の敷居を上げた基本マニュアルと、まあ、想定を超えた場合の危機管理マニュアルの2つを作れというふうに、まあ、なんとなく誰もが思っておるわけであります。まあ、けれどもまさに長く即興パフォーマンスに関わってこられた人たちというのは、そのむしろこういう時に声を大にして言うべきではないでありましょうか。そんなことは無理だ。私たちが3月11日以降により強いられているのはまさに即興パフォーマンスであるのに、そんなものにマニュアルを作ろうと努力を始めたら逆にパフォーマンス能力を奪うだけではないのか。誰も今ここで即興を始めようとする勇気など持てなくなってしまうのではないだろうか。マニュアルの分量というのは、まあ、それを増やせば増やすほど、まあ、やってはいけない数、やってはいけないことの数も膨らんでいきます。で、それを監視する業務も増えます。で、そうした事態から生まれる一種の心理的ストレスに対処するための、まあ、ガス抜きのような方法まで必要になる。挙句の果ては皆に非常に厳しい、まあ、倫理や道徳が求められることになります。まあ、ほんのちょっとした失言でも、まあ、大臣を追放しなければいけないことになるわけです。まあ、こういうことでいいんでしょうかという。マニュアルができるのを待っている間にまた想定外のことが起きたらどうするんでしょうか。まあ、とにかく即興パフォーマンスが存在しうるという視点から見たときには、
今日の日本で進行している事態はどこかいたちごっこ、一種のいたちごっこの感を拭えません。まあ、もちろんその政治や行政に携わっている人々も、まあ、そういう不都合はある程度分かっておられると思います。危機管理マニュアルを整備するだけではなく、まあ、住民の、避難訓練が必要なことも、まあ、それから広い意味での NGO の協力を仰ぐべき事態があることも、まあ、分かっていると。まあ、例えば経営学の分野ではマニュアル化できない知識をどうやって組織の中に蓄積し伝達していくのかというような議論はなされております。ではこれは即興パフォーマンスの存在を認め、その力量を承認し取り入れようとする方向性なんでしょうか。まあ、もちろんそういう側面もあるには違いない。しかしどこか根本的に違うところが依然として残っているのではないのかというのが、私が今日ここで申し上げたい第一の点であります。現代音楽と即興音楽の歴史を少し紐解くだけでも、その違いは明らかだと思います。避難訓練やその NGO の協力という発想は、いわば偶然を管理するという指向性を持っています。ある程度の偶然、つまり即興性を演者に委ねながら、フレキシブルで緩やかな構築物として全体の作曲をしましょうという、まあ、ピエール・ブレーズを典型とするような路線であります。そして私たちはよく知っている管理された偶然というのは、管理されない偶然、野放図な偶然へのいわば防波堤として導入された。マニュアルが全くないという状態を排除するために、一種の、まあ、住み分けが画策されたわけです。即興と作曲の間、自由と作為の間、ノイズと楽音の間の住み分けであります。で、こういう路線が、まあ、それ自体として、まあ、即興を問題にすることとどこか根本的に違っているという理由は、まあ、こういう住み分けないしその共存というのは、まあ、そのやり方を考えることが、まあブレーズ以降の音楽の作り方、まあ、作曲と言っていいと思いますけども、まあ、そこでは普通のことであって主流のやり方となってしまっていると。つまり即興性を失ってしまっているからです。実際その管理された偶然というスローガンで、まあ、今日何か新しい音楽作りのヒントは得られるんでしょうか。街中で拾ってきた音響素材を楽器演奏と組み合わせてコンピューター上で編集する、まあ、そういうやり方を、まあ、思い浮かべてみればよいでしょう。でそもそもジャズのインプロビゼーションというのはまさに管理された偶然であったはずです。でそういうものには自由なんかないんだというふうに言い放った、まあ、テオドール・アドルノという哲学者の言葉を思い起こさずにはいられません。つまり即興を部分的に取り入れるという発想は、実は即興性とは程遠いところに私たちを連れて行ってしまうわけです。つまり振り出しに戻されるわけです。まあ、こういう関係というのは、まあ、市場の自由を国家的装置によって管理するという構図と実は同型であります。もちろん管理はある程度できるでしょう。つまり取引の自由を残しながら市場の暴走を食い止めるということはできるでしょう。しかしそれをやろうとすれば、私たちは自由とは正反対の規制規則を、まあ、どんどんたくさん受け入れるほかなくなっていくわけであります。実際今日では気安く本のコピーなんかしてはいけないわけです。ミュージシャンは他人の演奏をコピーしながら、まあ、上手くなっていくほかないというのに、本のコピーはダメなわけです。まあ、私よりは多少